どの戦場もみんな頑張ってる。大切な友達も、今まで話したことない人たちも、年取った人もそうじゃない人も、みんなが一つになって頑張ってる。みんながいる、仲間がいる。この戦争、俺たちが絶対に勝つ。落ち着け、ナルト。バカ野郎、この野郎。クソ、勝って、ヒビも入らねえ。所詮面に傷一つもつけられないか。キュービをコントロールしたその力、こんなものではないだろう。そうだ、かつての人中力、お前の先輩たちだ、ナルト。もっとも俺好みに少し変えてはいるがな。おい B、 奴らの目をよく見てみろ。あれはシャリンガンじゃねえか、イオ。それにナガトってやつと同じ目を持ってやがるぞ。マダラの目も同じだってばよ。前してた面と違って穴が2つある。この面は前のと違って特別製でな、頑丈な戦闘用だ。いつも隠してた左目は、ナガトやあっちのマダラと同じリンネガンだったってわけか。ん？お前らマダラは俺たちが止める。お前らだと？お前らってどういうことだ、この野郎。マダラってあいつのことだろ、バカ野郎。そうか、お前は知っているのか。違う戦場で本物のマダラが出てきた。お前は偽物だ。なんならかつての名、トビトでも名乗ろうか。戦争が始まった今、名前などどうでもいい。お前一体誰なんだってばよ。俺は誰でもない、誰でもいたくないのさ。ただ月の目計画をなせればそれでいい。絶望しかないこの世界に存在する価値はない。お前たち人中力は美獣を取り付けさせられ、絶望ばかり見てきた。違うか、お前たちだったらこの絶望を少しは理解できるだろう。美獣と一緒にいることが不幸せだと勝手に思い込むんじゃねえよ。てめえにとっちゃ価値のないこの世界でも、勝手に戦争まで起こしておいて誰でもねえなんて、そんなんでごまかして通用すると思ってんのか。そんなダッセー面付け替えて、いろいろな名前語っていくらごまかしても、てめえはてめえだ、この野郎。頭きた、絶対その面引っぺがしてやる。この面を剥がすには骨が折れるぞ。上等だ。森の中じゃ奴らを見失いやすい。このままじゃ不利だ。あれをやれ。青いよ、ここらの森全部吹っ飛ばしちまえ。ハチビがサビのキラー B だぜ、オロ様が。お、な、なんだ。お、振り落とされんなよ、ナルト。ここからが本番だぜ、ナルト。移住を始め。やはり人型では役には立たないか。ではこうするとしよう。
奴ら、今の状態で美獣化できるのかよ。行け。なんだここ、美獣たちが揃って。待ってたぜ、渦巻ナルト。お前の声はずっと聞こえてたよ。お前ってば、あの6人の中にいた。なんでここに、つか、ここどこだ。ここは美獣と人中力のみが来ることのできる深層心理の世界。あの面の男も入ってくることはできない。あっけに取られているようだな。ああ、こいつっては俺を食った四尾。落ち着け、孫。ナルトよ、こいつを四尾と呼んでくれるな。孫悟空というちゃんとした名があるのだ。え？あ、はあ、そうか。名前があったんだな。その、ごめん。お前は面白いやつだね。美獣相手にこんなに素直な人初めて見たっす。だな、元々の純粋さか、それともクラマのしつけが良かったのか。クラマ？クラマってキュービの名前だよ。え、キュービにも名前あったの？そうっす、美獣たち全員きちんと名前を持ってるっすよ。そっか、俺そんなことも知らなかった。別にお前一人が悪いわけではない。現に私たちも今の今まで美獣の名前を知らなかった。こうして美獣と共にいるようになったのはお前の声を聞いたのがきっかけだ。お前の思いを聞き、俺たちの考えも変わった。これまで俺を含めどの人中力も美獣をただの力としか見ていなかった。名前すら知らなかったし、知ろうともしない。美獣たちを閉じ込め存在を否定していた。俺は少しだけど美獣たちの気持ちが分かったんだ。俺はよくいたずらやった。叱られたくて、人の気を引くためなら何だってよかったんだ。自分が亡くなるよりはずっとマシだったからな。俺は人中力だけど、ちゃんと大切なナルトって名前がある。だから自分を何でもいいなんて言うあんな奴が美獣たちを言いなりにさせてんのが我慢ならねえんだ。やっぱりお前は面白い奴だね。ならさっさとあの面野郎を倒してこい。あいつに美獣を操られるのはムカついて仕方ない。うん、分かってる。クラマ、お前も聞こえてんだろ。さっさとこいつに協力してやれよ。反応なしっすね。ったく、いつかあいつと一緒に戦えたらって思ってる。でもそれを強要するのは間違いだ。クラマとは必ず分かり合える。あいつの憎しみは俺が何とかするって決めてんだ。ならせめてその時まで私たちの力を使え。大した力は残ってないが、ないよりはマシだろう。私はニー・ユギト、そしてこいつはまたたび。俺は元四代目水影のヤグラ。下のはイソブってんだ。老師と孫だ。ハンという、美獣の名は国王だで。俺は歌方、それと祭剣だ。フンス、こっちはラッキーセブン長明。アンガトな、みんなの名前この胸にしっかり刻み込んだってばよ。最後に一つだけ言っとくぜ、クラマにもお前の声は届いているはずだ。
あいつがお前を認めていなければここまで入ってこられねえからな。クラマ、本当はお前も分かってんだろ。いい加減に離れやがれ。ナルト、さてそろそろいただくか、キュービー。何クマルディが食った。渦巻きナルト、しつこいやつだ。ナルト、心配したぜ、バカ野郎、この野郎。すまない、でも飲み込まれたおかげで美獣の名前とか思いとか、とにかくいろんなものをもらうことができた。名前だと？それが何だというのだ。はぁ、お前は知らねえんだな。へっ、教えてやんない。いや、諦めろ。今まで通り見せてみろ。わしに可能性を感じさせてみろ。ここで最初証明しろ。それがお前だろう。ここまで戦えたことは素直に褒めてやろう。だが、いくらお前が戦おうとも結局は無駄なことだ。絶望的な戦力差を覆すことはできない。まだだ。なぜだ、なぜそこまで固くなに抗う。ならさっさとあの面野郎を倒してこい。あいつに美人を操られるのはムカついて仕方ない。うん、分かってる。なあキュービー、俺はな、いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。人中力のみんなと美獣たち、そんであいつとは約束したからな。約束は絶対に守る。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。そうだ、それがお前だ。お前のザレ事には付き合ってられん。あれはヤバいぞ。どうする？ナルト、お前まさかこの程度でおじけづいてんじゃねえだろう。お前はこんなとこでやられるわけにはいかねえんだろう。分かってる。だからなんか方法がないか考えてんだろうが。相変わらず諦めを知らねえ目してやがる。まあ見てろよ、なんとかしてみせっからさ。力を貸してほしけりゃそうしてやらんこともないぞ、ナルト。力貸してくれんのは嬉しいけどよ、その前にきちんと言っておかなきゃなんねえ。向こうのマダラの時はサンキューな、力をくれて。あれ、助かった。礼なんかするな、気持ち悪い。あれはマダラよりお前の方がマシだと思ってそうしただけだ。そもそもこの檻のせいでチャクラをやれたのはスズメの涙ほどだろう。今回はお前の戦いをもう少し見てみたくなっただけだ。そう、暇つぶしだ。お礼したのになんで怒ってんだってばよ。その目つきは治らなくても、まずそういうとこ直していかねえから、いつまで経っても。お前とわしのチャクラをくっつけろ。まさか
またチャクラの綱引きかよ。バカ、今回はやらなくていいんだよ。ま、こっちは暇だからな。また綱引きやってもいいんだぞ。クソギツネ、力を貸しやがれ。お前は弱いな、小僧。感謝するんだな、このわしに。さあ、誰を殺したい？もう、てめえは出てくんな。わしを怒らせたな、ナルト！おめえを悪いようにはしねえから。少しの間、待っててくれ。美獣と一緒にいることが不幸せだと勝手に思い込むんじゃねえよ。ふでか先生の本心では俺のこと認めてねえんだ。化け狐ならな。けどナルトは違う。あいつはこの俺が認めた優秀な生徒だ。一途で、そのくせに不器用で、誰からも認めてもらえなくて、あいつはもう人の心の苦しみを知っている。化け狐じゃない。あいつはこの葉隠れの里の渦巻きナルトだ。今はもう化け狐じゃねえ。おめえはこの葉隠れの俺とコンビのクラマだ。どこ？さあ行こうぜ。ついにやったのか。だが遅い。消えろ。ビジューだ。行くぜ、クラマ！殴らねえと気が済まねえ。打ち込ましてキュウリ。来い。渦巻きナルト、まさかここまでの力を手にするとは。だが俺の戦いは終わらん。そして憎しみも消えることはない。俺は俺の計画のためにこの歩み止まることはない。九尾と八尾はいただく。必ずな。
逃げちまったか。だが、よくやったな。ナルト、おい、大丈夫？あれだけやった後だ、そりゃこうなるだろうぜ。ほんと、大したもんだぜ、お前は。イオー